どうもアリスキテラです。今回もセブンナイス2やっていきたいと思います。で、今回は前回に引き続き無限の塔ノーマルの16階層をやっていきたいと思います。で、ここの敵なんですけど、砂漠のカジドムということで、カジドムストーリーで出てきて毒をしてきたので、毒免疫のイアンを入れていってみたいと思います。あ、完全初見なんでイアン入れていってみたいと思います。それでは、スタートします。戦力的にはだいぶ上なんで、いけると信じたい。何か変わった攻撃があるかどうか。うん。あ、パワークラッシュ来てる。危ない。で、この後は、アリ地獄とかあんのか？また。あ、ちょっと、パワークラッシュ。ちょっと待って、アデルだけ？ちょっと待って。これ、全員で食らうとやばいやつ。あ、おそらく全員で食らうとやばいやつ。消えたよね、多分。あ、どこ行った？あ、アリ地獄あんのか、これ。ちょっと待った。それは聞いてねえ。あー、ということはこれ範囲攻撃持ち入れた方が良かったかもしれないな、これ。あ、またパワークラッシュ来てる。なるほど。アリ地獄が後ろにずっとあるな。これなんだ。あった、パワークラッシュ来てる。イリアンだけちょっとこれずらして逃げた方がいいかな、これ。一人で受ければ大丈夫とかそういう系？多分。いや、なかなかこれは手強そうだな。うん。とりあえずこの回はいけそうな感じになってる。オッケー。オッケー、いけましたね。とりあえず、まあ、戦力も高いんでいけましたけど、これちょっとまだ範囲攻撃入れた方がいいかもしれないな、今の感じだと。うん。とりあえずこのまま行ってみましょうか。17階層。うん。あ、ルーンダンジョンチケットが5枚。美味しいな、ここ。013だけずらして、あ、パワークラッシュ来た、逃げる。あ、リナさんにタグがいっているんで、リナさんだけずらしてみましょう。本当にこれ必要なのか分かんないんですけど、なんか8人レードのあれに似てますよね。なんか、あっと、これちょっと待って、これなんかすげえことになってるけど、ちょっと待って、大丈夫か、アリ地獄大丈夫か。レイチェルさんだけずら、あっと、パワークラッシュ来てる。ち、逃げようか一旦。あと、アリ地獄に入るとどうなるんだ、これ。いや、これ狭い感じが嫌だな、なんか。昔のラミア思い出したよ。あ、パワークラッシュ、パワークラッシュ。いや、あったあった、集合オフ、集合オフ。いや、まだか。オッケー、残り 13%。あ、ここもなんとかいけそうだ。ちょっとパワークラッシュ、ちょっとみんなで食らうとやられるのかどうか知りたいんですけど。なんか8人レードの因縁の終わりの、なんだっけ、死の星と同じような攻撃のように見えるんで、あれ避けたいですよね、なんか。まあ、そのうちやっていくと多分よ、下手こいて入っちゃう可能性あると思うんで、このままやっていきたいと思います。18階層いきます。あと、アリ地獄の位置がどんどん変わっていってるのが気になる。パワークラッシュ、逃げる。で、次があれかな？リナに行ったんで、リナさんにして逃げる。この後アリ地獄か。ちょっとこっち。扇が入るな。あ、アリ地獄来たな。アリ地獄来たら、これは雑魚処理先に優先かな、これ。雑魚処理できてるな、これ。
霊中さんだけで、うん。あっとパークラッシュ来てる、危ねえ、危ねえな。あ、イーアンが下げ取っちゃってる、これまずいんじゃないか。イーアンが下げ取ってるのまずいんじゃないか。誰だこれ、アデルか、アデルか、アデル、アデル、ちょっと待って、アデル、アデル、アデル、危ねえ。レイチェルが下げ取り戻した、うん。あ、範囲入っちゃうな。残り 11%、 9% OK、 ここもいけそうですね。 OK、 というわけで無事クリア。ルーンダンジョンチケット、あ、ルーンダンジョンじゃない、霊痕跡だった。霊痕跡5枚は美味しいですね。うん、で次はエリクサーかな。うん、19階層ですね。じゃあレッツラー5号最後までいけるかどうか。パワークラッシュ逃げる。で、誰かに来る。イアンに来た。イアンに来たから、これ逃げましょう。ちょっとみんなで食らってみたいけど。で、次がアリジゴくんで、集合しとこうも。集合して、雑魚をターゲットして、雑魚処理は大丈夫そうだな。うん。あったあった、集合符。レイチェル、あっと待って、シュペッ、ペットすか、ペットじゃない、ペット、あ、ペットでいいのか。ああ、焦っちゃった、今。避けれなかったね、今。慌てて。パワークラッシュ誰？リナさんに行ってる。オッケー、かわした、レイチェルさん。さあ、残り 21%。パークラッシュ、あー、パークラッシュしてる、パークラッシュ、危ねえ。あ、またこれアリジオくんのか。あーっと、これちょっと待って、一旦で手前から行こう。雑魚処理が終わればいける。あっと、これちょっと待って、これも本体の、あった、パークラッシュしてる、レイチェルに来てるのか。これちょっと逃がすか。まだか、まだか、オッケー。さあ、オッケー、クリアできました。うん、ちょっと危なかったな、今。パワークラッシュ避けるのが遅れそうだった、今。というわけで、じゃあ、ラスト20階層行きましょう。うん、戦力差は54,000。あ、伝説ペット召喚券のかけらですね。お、相当チケット30。うん。で、相変わらず美味しいルビー1100ですね。うん。じゃあラスト20回走、レッツラー、5号。パワークラッシュ。開幕パワークラッシュで、で、次が、誰かに来る、リナさんに来る、後ろに来るのか、イアンか。一番後ろでもないのか。あ、いいダメージ出てるな、これ。で、そして、アリ地獄来るんで、集合オンしとこうかも。潜ったらアリ地獄だな。うん。で、これ、スコーピオンどっか倒して、これ、レイチェルさんだけずらした方がいいかな、大丈夫か。本体がそろそろ来た。あ、パークラッシュ、ここさっき避けるのが遅れた。今回は大丈夫。オッケー。あ、イアンがまた下げとってる、なんか知らんけど。パワークラッシュは誰だ？アデルだ、アデル、アデルずらして、アデルずらして。なんかわかんないけど、これ多分ずらした方がいい感じ。で、レイチェルさん、扇が入るな、これ。いいよ、今のところいい。悪くない。
もう一回地獄が来るか。あ、パワークラッシュ、危ねえ。あ、これ遠いな。これ遠い。大丈夫か。危ねえ。あー、リージョー来ましたね。もう一発来た。じゃあこれスコーピオン狙って、ここを処理できれば大丈夫そうだけど、これペット使おうかな。ちょっと、大丈夫か。大丈夫か。ここペット使った方がいいかな。あったちょっとパワークラッシュ。あ、イアンにパワークラッシュ。ちょっと待って、ちょっと待って、危ない危ない。大丈夫、オッケー。レイチェルさん、おっ、あーっと、パワークラッシュ来てる、よし、ゴー、逃げる。あ、ペット撃ちます。あ、ペット、ペット撃ちます。危ねえ。ペットのボタンが押せなかった、今。残り 7%、6%、5%。オッケー。というわけで無事、20回の方クリアすることができました。よかったです。うん、美味しいな。1100ルビー。うん。あ、そしてこれはスキップします。ネタバレになっちゃうんで。というわけで無事、無限の塔20回までクリアすることができました。また1ヶ月後ぐらいですね。に、追加されると思うんで、また、その時、無限の塔を進めていきたいと思います。というわけで、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。